いやついに来たで、冠雪原。どんなポケモンが現れるのか楽しみだね。いやみんな、ほら、スキドさんも来てたんだね。せっかくやったからみんなシャワワワワン。スキドさん、世はバドレックス、ポケモンだ。世は伝説の何十年かに一度冠雪原に姿を現す渡りポケモンたちを見てみたい。ってことはそのポケモンたちを捕まえろってことね。そうだ、協力してくれるのか。分かったよバドレックス、少し待っててね。とは言ったものの、渡りポケモンって一体何なんだろうな。匠博士に聞いてみたらなんかわかるんじゃない。あ、オッケー、じゃあちょっと電話して聞いてみるわ。うん、ピッポ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 。あ、もしもし匠博士、今伝説の渡りポケモンっていうのを探してて、何か知ってる？あ、そうなんだ、なるほど、オッケー、ありがとう。わかったよ、渡りポケモンについて。渡りポケモンはフリーザー、サンダー、ファイヤーのことらしいんだよ。そうなんだ。だけど冠雪原の渡りポケモンは今まで発見された姿とはちょっと特徴とかいろいろ違うらしいんだよ。そうなんだ、ってことは一から探さなきゃいけないのか。まさかあれが伝説の渡りポケモン、フリーザー、サンダー、ファイヤー。まだ近くにいるはずだ、協力して捕まえに行こう。あ、サンダー発見。よっしゃ、早速捕まえるぞ。ハック、勢いよく行ったら逃げちゃうよ。あー、ほーら、やっぱりダメだ、早すぎる。何かいい方法はないのかな。罠を仕掛けるとか。それだ、よし、ロープで動きを鈍くして捕まえる作戦だ。うん、足の速さで勝てないなら動きを鈍くしてしまえばいいってことだね。うん、あとはタックにかかってるね。タック、任せろ、足の速さには自信があるからな。あとはサンダーを待つだけか。おっ、サンダーを発見、これから追い込む。タック、了解。ハーちゃん、そろそろ来るって。よし、気合い入れるぞ。よし、行くぞ。あ、こっちだ。よっしゃ、誘導成功、あとは任せた。任せて、せーの、はい。な、何？そんな、あー、完璧な作戦だと思ったのに。何か他に手があるはずだ。あ、どうしたの。さっきサンダーを追いかけている時、ほのかに走るペースが落ちたのを感じたんだよ。なるほど、じゃあサンダーも疲れてるってことだね。一人で最後まで追うのは大変だけど、三人で手分けをしたらサンダーを疲れさせて捕まえることができる。よし、そうと決まるよ、作戦結構だ。よしよし、行くぞ。ここは外せない、行け。サンダーゲットだぜ。あとはじゃあフリーザーとファイヤーだけってことか。あ、あれ見て、ファイヤーだ。急いで追いかけないと。いや、でもあの距離どうやっても
ないよ。ファイヤーが飛んでった位置。ん？なるほどね。なんか分かったの、ハワちゃん。分かりかけてる。あれだよ、あれ。その、あれだよ。うん。あれあれ。うん、あれしかやってない。まだ拡張が持てないよ。だからもう一回ファイヤーの動きが見たい。オッケー。いた。でも遠くで羽ばたいてるってだけでなんかよくわかんないな。分かった。え？ファイヤーは確かに遠くを飛んでるから難しいけど、うん、よく見たらサンダーと違って軌道が正確なんだよ。つまり？まっすぐファイヤーの行き先が予想できれば捕まえられるってことだよ。なるほど。それじゃあ次ファイヤーが向かう場所は？もちろん目星はついたよ。ファイヤーの軌道を囲むように3人でスタンバイするよ。タックンはここ、うん、トキちゃんはここ、うん、私はここ。なるほど。じゃあ誰かのところにファイヤーが来たらその人が囲んでいく作戦だ。よし、早速準備しよう。うん、来た。よし、来い来い来い。あー、軌道がずれた。タックン任せろ。トキちゃん、俺がここで迎え撃つ。よし、来た。うわー、なんで？うん、ドンピシャだ。任せて。まっすぐこっちに来てる。よし、行け、ハイパーワール。やった、ファイヤー、ゲームだぜ。さて、残りはフリーザーだけだ。どこにいるんだろう。フリーザー！待って、あそこにも。ギャギャ。こっちにもいるよ。設定必勝だ。イエイ。なんで？あれ？あれ？ギャ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 。また分身した。こうなったら突撃だ。あ、待って、これはフリーザーからの挑戦なんだよ。よく見て本物を当てろっていう。いや、でもこんなのよく見てわかんないよ。よく見て、何かあるはず。わからない。わかった。え、本物はこれだ。行け、ハイパーボール。やった、フリーザーゲットだ。でもトキちゃん、なんでわかったの？野菜匹いるうちの1匹が小声でギャグギャグってずっと言ってたんだよね。なるほど、全然わかんなかったわ。トキちゃんすごいや。これで3匹揃ったね。マドレックスに見せに行こう。これが伝説の渡りポケモンたち。何か違うようだ。だが、面白いものを見せてもらった。余は満足だ。ありがとう、人の子たちよ。うん、マドレックスも見たかった渡りポケモン見れてよかったね。うん、ポケルン相性じゃんけん。私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。サルノリだったので、ヒバニーを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？